ミランダカーは、オーストラリア出身の女性ファッションモデル。下着ブランド、ビクトリアズ・シークレットの特別広告等にあたるエンジェルの一員としての活動が最も著名。オーストラリア人初のエンジェルとなった2008年から、同ブランドのショーの仕事を継続的にこなしてきたほか、テレビや雑誌など様々な分野で活躍してきた。シャネル・イマン、ドーチェン・クロース、アドリア・ナ・リマ等と並び立つ。 著名なビクトリアズ・シークレットモデルとされている。オーストラリアのシドニーに生まれ、ガナダで育つ。1997年に雑誌、ドーリーのオーディションで優勝するも13歳という若さからオーストラリア国内で議論が起こるに至り、学業を優先しながらモデル活動を開始。高校卒業後ニューヨークへ移り、2004年にモデル事務所のネクストと契約。カーの経歴は、 2004年にカメラマンのエリック・セバン・マイヤーと共に手掛けたオーバージーンズ・パリのキャンペーン広告から始まった。2006年におけるメーベリン・ニューヨークからのキャンペーンモデル起用がきっかけとなって人気が急上昇。さらにオーストラリア人モデルとして初めてビクトリアズ・シークレットに起用されビクトリアズ・シークレット・エンジェルとなる。 2007年のホーブス氏によるモデル所得番付では10位にランクインしたカニエ・ウェストやハレルのシングルナンバーワンのミュージックビデオに出演またコメディドラマハウ・アイ・メット・ユア・マザーに出演スキンケアブランドコラオ・オーギャニックスを立ち上げている2011年2006年から継続してきたビクトリアズ・シークレットの広告等活動の他にもアーデン・ウィー クリニーク、プラダなど各種ブランドの広告塔を担ってきた。2012年には、地元オーストラリアの航空会社、カンタス航空の大使に就任。さらに、日本のファッションブランド、サマンサタバサから広告塔モデル企業。松本恵美奈のファッションブランド、エモダからのイメージモデル企業もあり、9月より早速、同ブランドのカタログに登場。このカタログ上の自身の写真は、 すべてが取り下ろしによるもので、日本のブランドとしては、初の試みであった。この年にはさらに、ミラ・ジョボビッチ、ナオミ・キャンベル、エヴァ・ハーツ・イゴバ、クラウディア・シーファー、クリスティ・ー・ター・リントン、並びに、ケイト・モースなどが、歴代の顔を担ってきた、スペイン初のファッションブランド、マンゴの新たなイメージキャラクターともなっている。ケイト・モスとの入れ替わりによる就任であった。2013年には、 スワルフスキーの新たなミューズに就任、全世界統一広告に採用された。2014年には H&M の広告に起用されたほか、リーボックの靴製品、スコヨースケイップのグローバルアンバサダーに就任。日本の高野ユリビューティクリニックからの起用もあり、同社のテレビ CM に出演している。外国人の起用は、同社の史上初のことであった。ニューヨーク在住。 2010年7月に俳優のオーランド・ブルームと結婚。翌2011年の1月に第一子を出産した。2013年10月、離婚。離婚後の2014年8月には、I have started using t i n d e r l i Sentry s o try to find the one, ミランだける into the gross と発言し、マッチングアプリを使用し始めたことを公言している2017年5月に、 スナップチャットの CEO エヴァン・シュピーゲルと結婚。2018年5月に第2子、2019年10月に第3子を出産した。私生活で味噌汁を愛飲していることから、2016年以降は、マルコメとの間で CM キャラクター契約を締結している。第2子の解任中には、プラス工事シリーズ甘酒のテレビ CM を撮影。 出産後も日本国内で放送されている。ヨークシャーテリアを飼っていて、自身の Facebook にはたびたび本人と一緒に写っている写真が投稿されたが、今はオーストラリアンラブラドールで投稿先はインスタグラムである。ありがとうございます。